大門そうめんとは、富山県都波市の大門地区に伝わるそうめんの一つで、ある。大門そうめん1848年に、越中の国と波郡大門村の住人である、伝守三石衛門のが、売役業商で、能登の高島を訪れた時、栗田自兵たちが、前田藩の模様そうめん作りで豊かな生活を送っていることを知った。そのことを、伝守が、 村の者に伝えたところ、その中から中島自衛が児島へ行ってその製法を習得し、中島与一や中畑松三郎たち有志で農家の冬の副業として行うようになったのが始まりである。今では炊いてしまった和島そうめんの流れを汲む油を使わない手延べそうめんとして残った。一年で最も寒い時期に絹ふるいにかけて生鮮した小麦粉を、 地元を流れる小川の清流の伏流水を使って何回もこね、八伏山から吹き下ろす寒風にさらして仕上げるのがこの麺の伝統的な製法である。一般的な棒状ではなく、細く長い麺を丸曲げ状に丸めてある全国的にも珍しい手延べそうめんで、その形状から島田そうめんや丸曲げそうめんという言い方もされ、食通の間では高い知名度を誇っている。 半漢の長いまま丸めて和紙で包むことから丸曲げそうめんとも呼ばれる。茹でる前に丸曲げ状の麺を二つに割ることが大切で、そうしないととても長いそうめんになってしまう。2004年度の生産量は343トンで全国10位となっているものの、前年2003年度から約200トンもの大幅な減産となった。こうした 原産傾向は2006年には生産者が12件で平均年齢は55歳と高齢化や減少が進んでいることによるものとされている。同じ県内の伊ミ市に大門があるので間違われることが多い。AB 関面特集146年の歴史、大門そうめん生産量2万箱、高齢化進む。日本食料新聞。 関面特集150年の伝統を誇る富山県の名産大門そうめん。日本食糧新聞。全国麺類特集。富山、都並みの名産品。大門そうめん。150年の歴史と文化。日本食糧新聞。AB、全国麺類特集。越中都並みの名産品。大門そうめん。150年の伝統を誇る。日本食糧新聞。ありがとうございます。